今日はカントリーグ UK 大ドラゴンズ戦で相手は首位で、今勝ち点が 3-3 なんでこれ勝てば、追いつくこともできる試合なんでめちゃめちゃ集中してやっていきたいと思います。で今からちょっと大会運営の設営をしに行かなきゃいけないんで前橋のフットボールセンターに向かいたいと思います。ということで今日も最高に楽しい一日します。あ、なにね、これ噂の噂の5点セット妻が目も紫外線を浴びすぎると白内障になったりするんでメガネかけろって言われて UV カットメガネ買って見ました。
今日の試合は最後の最後でちょっと失点してしまって、0対1で負けました、まあ、勝てなかったこと、まあ、引き分けに持っていけなかったっていうことが、まあシンプルに悔しいです。まあ、個人的には、まあ、試合終盤のきつい時間帯でミスが目立ってしまったんで、本当に反省しなければいけないなと思ってます。まあ、判断のミスもありましたし、シンプルな技術的なミスもあったんで、まあ、ここは伸びしろだと思って、また練習から意識して取り組んでいきたいなと思います。まあ、今日負けてしまったんですけど、リーグ戦はまだ2位を死守できてるんで、また来週リーグ戦があるんで、そこで勝てば、まあ、相手も3位のチームなんで、逆に負けてしまったらかなり厳しい展開になってしまうので、本当に一日一日を大事にして、日々の練習以外も大事にして、次の試合は勝てるようにまた努力していきたいと思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。We'll be right back.